ロンドンの交通では大ロンドン市域内の交通について扱う。ロンドンの交通はイギリスにおける道路、鉄道、航空等の交通網のハブとして機能している。国道やナショナルレールの路線の中心であるとともに数多くの公営及び市営の交通事業者が高密度で拡張的な交通ネットワークを形成している。また世界で 最も混雑するヒースロー空港をはじめとする国際空港や港湾も備える。ロンドンの市内交通システムは大ロンドン市長が掲げる4つの施策の一つであり、グレーターロンドン内を走るロンドン地下鉄、ロンドンバス、トラムリンク、ドックランズライトレールウェイ、ロンドンオーバーグラウンドの運営はロンドン交通局が担っている。その他の鉄道は運輸省の監督下で、 フランチャイズの鉄道事業者が運営している。このほかロンドン交通局は、市内の主要道路の管理、維持も行う。ロンドン交通局は、ナショナルレールとは別の2つの鉄道システムを運営している。大規模な方が、ロンドン地下鉄で、小規模なのが、ドックランズライトレールウェイであり、ロンドンの市内中心部、東部及び南東部をカバーする。 クロイトン特別区を中心にトラムリンクも運営している。道路網と同じように、ロンドンの地下及び地上の鉄道網の多くは中心部から郊外へ向かって放射状に伸びている。これが原因で明らかに大量の通勤、通学者の需要が見込まれる地域でも、ロンドン市内で同じ通勤路線上にない地域間を移動するには時間を要する場合がある。この問題は、 トラムリンクをはじめとする将来の鉄道計画によって軽減されると考えられる。ロンドン地下鉄のジュビリー線のグリーンパーク駅ロンドン地下鉄通称チューブとも呼ばれるロンドン地下鉄は1863年に営業を開始した世界最古の地下鉄である。1日に300万人以上の利用客があり、2006年には 年間利用客が初めて10億人を超えた2012年現在、11路線を所有及び営業しており、そのほとんどは郊外からセントラルロンドンへ接続し、特に大きなターミナル駅から市中心部への輸送において重要な役割を果たしている。ロンドンの地下鉄はサウスロンドンよりもノースロンドンの方が路線が充実している。これは地質的に不利だったり、 地上鉄道との歴史的な競合があったり、さらには、レムズ川の北側が注目されてきた、ロンドンの地理に関する歴史的背景に原因があると考えられる。サウスロンドンでは、地上鉄道が主流の鉄道交通手段である。自動運転のドックランズライトレールウェイの列車の、ルイシャム方面に接続する5つの主要な支線を持つ。また、ロンドンシティ空港駅や、 ストラトフォード国際駅にも接続する。ダゲナムドックへのさらなる延伸計画が現在進行中である。ウルトラ以下の表は過去3年間にグレーターロンドン内で発生した交通事故件数を重篤度別に示している。ありがとうございます。